優勝戦1号艇岡山の金田由紀子選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今回1号機が相棒となったわけですけれども、モーターの仕上がり評価など一言お願いします。はい、そうですね、エンジンはもうほぼ何も手をつけてなくて、もうプロペラだけでやってます。もうその前勤日もらった段階からある程度手応えというのがあったんですかね。いや、ちょっとプロペラがしっかりしっかりした感じだったんで、ちょっとそこは自分の乗りやすいようにはしたんですけど、それがでも、形としてはいい結果になっていると思います。はい、それがまあ5連勝で予選トップ通過にも結びついたんですけれども、この後どうされますか。この後ちょっと今日気温が昨日に比べると高くなりそうなので、そうですね、そうです、それに合わせて、はい、微調整したいと思ってます。はい、スタート間は今回コンマ1台の近辺でまとめられていると思うんですが、はい、いかがでしょうか。そうです、ちょっとでもばらつきがあるので、安定感はないですね。風が影響したりとかもやはりありますか。風、本当にちょっと1メートル2メートルの差でだいぶ違うなという印象はあります。はい、まあ、ぜひとも優勝戦ポールポジションですので、ピット離れからというところもあると思いますが、戸田のイメージはどうでしょうか。戸田はそうですね、割と好きですね。はい、前回の優勝がここの戸田の、オールレディスだったと思うんですけれども、もう3年前になりますが、はい、久々の優勝がかかってますね。そうですね、はい、したいですね。はい、では最後にファンの皆様に力強く意気込みをお願いします。はい、しっかり逃げて勝ちたいと思います。2号艇愛知谷川理恵選手です。優勝選手に進めでございます。ありがとうございます。17号機が今回の相棒となりましたが、はい、このまずはモーターの仕上がりからお願いします。そう、 23% でもらったんですけど、前傾に整備士さんに聞いたら大丈夫って言われたんだけど、はい、本当に大丈夫でした。ちょっと近況のそのモーターの数字を見ても決して高いものではなかったと思うんですけれども、さすがですね。でも最近成績いいです、このエンジン、24% にしてはかなり全然満足してます。具体的にどのような整備でここまで来られたんですか。整備してません。ほぼ整備してない。ほぼじゃなくて全然してない。全くしてないですか。全くしてないです。この後はどうされる予定とかありますか。プロペラだけ。わかりました。はい、今回スタート感はどうでしょうか。まあまあかな。ピット離れも結構いいように感じられるんですが、ピット離れ来た時はだいたい船足は来てます。あと谷川選手の百戦錬磨の中で戸田のイメージというのはどうなんですか。あんまり良くなかったですね、まあ、若い時は消波装置行きっぱなしのレース場というイメージで、あんまりいいイメージはなかったんですけど、まあ、優勝したこともあるし頑張ります。はい、結果を最高の結果で持って帰りたいですよね。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、たくさん買ってください。3号艇福岡大橋恵梨香選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは昨日の準優勝戦3コースからの見事なまくりだったんですけれども、はい、そのレースをまず振り返っていただけますか。はい、前半のレースでちょっと失敗してたので、ペラ調整を失敗してたので、後半に向けてしっかりペラ叩いていけたのでしっかりかかってくれました。はいはい、今回の64号機なんですけれども、はい、仕上がりはどうでしょうか。最初は伸び寄りの足だなと思ってて、あとは乗り心地を求めてずっとプロペラをやってました。はい、かなりマッチングしてきた感じではあるんですが、はい、はい、この後ちょっと今日気温が上がってきそうなんですが、はいはい、どのような調整考えてますか。そうですね、もうプロペラのみでしっかり調整したいと思ってます。スタート感は予選道中で、ゼロ台があるんですけれども、はい、スタート感はいかがでしょうか。スタート感は関東は狂ってはないんですけど、ちょっと突っ込んだスタートはいけてないです。風が影響したりとかそういった要素はありますかね。はい、はい、優勝戦も参考号艇となって準優勝戦と同じ枠なんですが、はい、レースのイメージ今いかがでしょうか。イメージいろいろ考えてます。そうですか。戸田のイメージというのはどうなんでしょうか。戸田はもう狭いとしかイメージがないです、はい、あんまり走ってないので24乗の中で多分一番走ってないので、はい、もう狭いとしか思ってないです。わかりました。戸田初優勝となって初優勝もかかっています。最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、スタートしっかり決めて、展開つけれるように、集中して走ります。応援よろしくお願いします。4号艇東京平田沙耶香選手です。優勝おめでとうございます。はい、
ありがとうございます。今回35号機モーター手にされましたが、まずはこのモーターの仕上がりから一言お願いします。特徴ないですけど、バランスが取れていると思います。6日間のちょっと長い開催となったんですけれども、はい、昨日までの5日間ではどんな調整作業などで組まれました？あ、もうほとんど外回りで、まあ、プロペラとギアケースぐらいしかやってないです。その中で平田選手自身でいいなと感じる部分というのは見つけられましたか？まあ、初日よりはプロペラが合ってきたのかなとは思うんですけど、まあ、上には上がいるかなという感じですね、はい。ちょっと今日はまたシリーズの中で一番気温が上がってきそうなんですけど、はい、この後どのような作業を考えてますか？そうですね、ちょっと朝はまだ寒いので、暖かくなってきてから試運転してプロペラで回転合わせていけたらいいなと思ってます。今回スタート感はいかがでしょうか？まあ、見え方は割と合ってると思うんですけど、どちらかというとちょっとだけ届いてないなっていうことの方が多いですね、うん。はい、ちょっと風の影響もあったりするんですか？そうですね、向かい風がちょっとでも吹いてるとすごく効くイメージですね。なるほど、はい、吹いた方がプラス、どうですかね。まあ、でも風は無風がいいなとは思うんですけど、はい、まあ、スローかダッシュだったらダッシュの方が見やすいんで、まあ、4号艇で良かったかなと思ってます。なるほど、はい。まあ、その4号艇ですけれども、初日の1走目以来ということになるんですが、はい、まあ、引いてっていうのが理想ですかね？そうですね、はい、戸田のイメージいかがでしょうか？あ、もう戸田は好きなレース場なんですけど、まあ、最近結果が伴ってなかったので、うん、輸出できて本当に嬉しいです。約6年ぶりの戸田輸出となりましたので、最後にファンの皆様にメッセージを一言お願いします。はい、船券に貢献できるように集中して頑張ります。5号艇地元中里優子選手です。地元輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。48号機今回手にされましたが、はい、このモーターのまずは仕上がりから一言お願いします。そうですね、最終的にはまずまずだと思います、うん。特徴とかありましたか？特徴はないですけれども、まあ、序盤に比べればだいぶ乗り心地も良くなったんでいいと思います。後半の3連勝もやはり効きましたね。そうですね、良、はい、かったです、間に合って、はい。まあ、具体的に作業というのはどのようなことをされてきたんですか？プロペラ作業しかしてません。なるほど、はい。この後優勝戦に向けても？そうですね、もうちょっと時間経ってから試運転はしようと思います、うん。気温の上昇もあったりもしたんですけど、そのあたりはどうでしたか？はい、上昇する分には大丈夫です、うん。今回スタート感というのはどうでしょうか？そうですね、遅くも早くも合ってます、はいはい。まあ、本番の進入5号艇となりましたけれども、はい、そういったイメージも含めて現状を考えていることを教えてください。そうですね、まあ、5コースにはなるとは思うんですけれども、まあ、ピット離れ次第では、うん、行けるところまで行くかもしれません、はい。地元輸出に関していかがですか？久しぶりもう本当に久々でちょっと覚えてないぐらいなんですけど、まあ、とりあえずは良かったです、はいはい。その優勝戦は地元2016年の10月以来ということですので。あ、そうなんですか、はいはい。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、しっかりレースして帰ります。6号艇東京中澤博那選手です。優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。今回46号機で、輸出となりましたが、まずこのモーターの評価からお願いします。バランス取れていいと思います。バランスの中でも何かご自身で気に入っている点っていうのは？最初伸びが良かったんですけど、乗りやすさ求めて出足の方が良くなってきたかなと思います、はい。もう今のその出足よりというのがかなりのストロングポイント？そうですね、はい、乗りやすさも出てきて出足も良くなったんで、はい、いいと思います。この後はどのような調整考えていらっしゃいますか？もうプロペラだけで調整していこうと思います。今回スタート感というのはどうでしょうか？あまり分かってないんですけど、うん、でもちょっとずつ、はいはい、分かってきたかなって感じです。もう本当にレースの回数重ねるにつれて安定していた感じですかね？そうですね、はいはい。まあ、本番6号艇ですけれども、レースのイメージというのは今いかがですか？皆さんいいので、まあ、展開つければいいかなとは思います、うん。戸田の、輸出が初めてというのはちょっと意外だったんですけれども、戸田のイメージというのはどうでしょうか？いい時もあれば悪い時もあって、うん、半々な感じなので、今節いいイメージで終われたらいいなと思ってきたので、はいはい、乗れたことは嬉しいですね、うん。分かりました。では初優勝に向けての最後のファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、一番外ですけど、しっかり展開ついていいレースできるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。